こんにちは。嬉野ホットステーションの時間です。今回は軍師対抗県内周駅伝大会の話題、第1回嬉野温泉いいところギュッとフェスについてのお知らせなどをお届けします。それではどうぞ。2月18日金曜日、軍師対抗県内一周駅伝大会が開催されました。通常であれば3日をかけて佐賀県内を一周するこの大会ですが、今回は新型コロナウイルス感染症の影響により1日のみの開催と規模を縮小して行われました。コースは木山町役場をスタートし、佐賀西信用組合嬉野支店をゴールとする11区間 101.9km です。出場チームは13チームで、嬉野からは嬉野多良から選抜された選手によるチームが出場しました。太陽は出ているものの、まだまだ寒さは厳しく、さらに風がとても強い場所も多く、ランナーたちにとって簡単ではないレースとなりました。そのような状況の中でも、さらに上の順位でたすきをつなぐためにランナーたちは必死に走り続けます。レース終盤、鳥越峠のきついアップダウンに屈することなく、ひたすらにゴールへと走りを進めていきます。総合順位は5位、今年も見事に上位で走り終えました。1日のみの大会だったんですけども、学生区間もなくなって、社会人だけの、出走になりましたけど、学生の分までですね、社会人の選手が、一人一人、精一杯、自分の力を出し切って、走っていて、くれたと思います。選手の皆さん本当にお疲れ様でした。また、来年に向けて、しっかり、また年間を通してですね、練習会をやっていきたいと思っておりますので、頑張っていきましょう。私は嬉野温泉商店街ワクワク委員会の委員長をしております、朝日屋の赤澤と申します。よろしくお願いします。嬉野温泉商店街にお店を構える赤澤さんから今回のイベントについてご紹介いただきます。嬉野温泉いいところギュッとフェスっていう、お祭りみたいな感じなんですけど、それは結構コロナ禍の中で気分も沈みがちだった時に、子どもたちも結構制限もかかったりとかする生活で、何か子どもたちに楽しい思いがで、なんか楽しいお祭りができないかなっていう思いで計画をしました。計画の始まりはこちらに理由があるそうです。ステイホームの中で子どもたちといろんなお絵かきしたりとかしている中で、嬉野のことを思ったゆるキャラを作ってみようという話になって、おチャッティっていうこういうキャラクターを生み出しました。でそれからなんかいろんな楽しい大人たちがたくさんいらっしゃって、でその中で靴下屋さんと靴下の商品化ができたりとか、そういったつながりができて今になります。商品化をしてみて子どもたちの反応がすごく喜んでくれて、やっぱり一つの商品を売るっていうことの大切さだったりとか、お茶ティーを作ったことによっていろんな経験が生まれたなっていう思いがありました。でそれを嬉野の子どもたちに何かまたそういう体験する機会ができたらいいなと思って、今回、ギュッとフェスのメインのテーマになるんですけれども、子どもの国マルシェというメインイベントがあります。嬉野はたくさんいいところがあるので、その異業種で
つながって、今このコロナ禍のうちに子どもたちがまた嬉野を再確認してもらって、故郷をまた好きになってもらえたらなっていう思いがあります。イベントの準備段階から子どもたちの体験はもう始まっているそうです。子どもたちにまずはそのお店作りっていうところから、どうやったら子どもお客さんが喜んでくれるかなとか、そういうのをまず考えまして、交流センターだったりとかお店 の、 見学も行きました。でそれを見てポップを書いたりとか、いろいろ看板ですね、こういう看板、お店がパッて見て分かりやすい看板を作ったりとか、あとその、あったか祭りっていう嬉野の冬 の、 ランタンのイベントがあるんですけれども、それも骨組みは大人たちでやったんですけど、あとは子どもたちが自由な感性でこんな可愛いランタンも作ってます。最後にイベントの PR をお願いします。3月12日みゆきドームにて、嬉野温泉いいところギュッとフェス開催します。こちらは、子どもの国マルシェの他に、あとは大人のマルシェといって、美味しい食べ物だったり楽しい雑貨アロマだったり、いろんな楽しい大人たちのお店もあります。であとは子どもワークショップもあって、子どももなんかいろんな嬉野の体験ができるようになっております。あとステージイベントもありますので、ぜひ皆様、3世代でご家族皆さんお集まりください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。嬉野市心の架け橋手話言語推進委員の松尾です。宮崎です。いでです。みんなで楽しく学ぼう手話コーナーです。今回の手話は赤です。それではどうぞ。あ、宮崎さんこんにちは。嬉野にいらしてたんですね。あら、松尾さん、お久しぶりです。今日は井出さんとご一緒なんですね。はい、こんにちは。宮崎さんってクリスマスに何かされましたか？プレゼント交換をしました。赤い、は、ん、か、ちをもらいましたよ。赤ですか。クリスマスらしくていいですね。ありがとうございます。私も気に入っています。僕が選んだプレゼントなんですよ。え？それでは今回の手話赤の動作について説明します。唇の左端に右手の人差し指を当て右に引きます。皆さんもご一緒に、赤赤。それでは今回出てきた4文字の指文字を紹介します。は、ん、か、ち。は、ん、か、ち。今回の手話は赤でした。皆さんもぜひ使ってみてください。それでは次回もお楽しみに。嬉野市市史編纂室からのお知らせです。市史編纂室では旧嬉野町史、旧塩田町史に代わる新しい嬉野市史を編纂しています。嬉野市史を作るために嬉野市の歴史を物語る資料を収集しています。
次のような資料をお持ちの方はご連絡ください。嬉野市及び旧町村に関する写真、これは明治から昭和の古い建物や地域の風景、祭り、行事、またはお家での年中行事の様子を写した写真などです。次に、役場などから配布された観光物や書籍、昔の商店のチラシなどもお家の押し入れにありませんか？映像記録などもありましたら、いい資料となります。古文書や古い日記、商売に使っていたメモ書きである覚書なども収集しております。嬉野市にちなんだものなら、どんなものでも構いませんので、市史編纂室にご連絡ください。嬉野市市史編纂室よりお知らせでした。健康づくり課より風疹の抗体検査予防接種についてのお知らせです。1962年昭和37年4月2日から1979年昭和54年4月1日生まれの男性の皆様、この年代の方々はこれまでに予防接種を受ける機会がなかったために風疹への抵抗力がなく風疹にかかるリスクがあります。もし感染してしまうと、あなたが苦しいだけでなく、周りの人に感染を拡大させてしまい、最悪の場合には妊婦さんに感染し、赤ちゃんが障害を持って生まれる可能性があります。そこで、2024年、令和7年3月31日まで、風疹抗体検査、予防接種を公費で受けることができます。今年度、令和3年度は対象の男性に対して5月下旬に無料クーポン券を送付しています。まだ受けていない方は最寄りの医療機関に問い合わせて抗体検査を受けてください。子どもの頃に風疹に感染したかどうか記憶が曖昧な場合も抗体検査を受けましょう。検査の結果、十分な量の抗体がない方は速やかに定期接種を受けてください。予防接種も無料で受けることができます。抗体検査の結果説明書、予防接種の接種証明書は大切に保管してください。現在お届けしているクーポン券の有効期限は2022年令和4年3月31日までです。早めにご活用ください。クーポン券が届いていない、紛失したなどの場合にも再発行ができますので、健康づくり課電話 0954-66-9120 へご連絡ください。以上、健康づくり課よりお知らせしました。3月の休日在宅当番医はご覧の通りです。3月の小児時間外診療はご覧の通りです。3月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。3月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーションいかがでしたか？次回もお楽しみに。